アイモードフェリカとは、非接触型 IC チップであるフェリカチップを内蔵した NTT ドコモの携帯電話に関する技術の名称である。アイモードフェリカに対応した携帯電話を同社は総称して、お財布携帯と呼び、利用シーンを携帯でピッとのスローガンで表している。同社のインターネット接続サービスの名称であるアイモードと連携し、 フェリカチップを利用するサービスをネットワークからダウンロードして登録できるなど、従来のフェリカにネットワークとの親和性が加わったことから、この名称が名付けられている。なお、他の企業の商標同士を組み合わせた用語という特殊なケースでもある。2005年9月より、au では e ージーフェリカという名称で、2005年11月より、ボーダフォンではボーダフォンライブ。 フェリカという名称でドコモの登録商標、お財布形態を借りて発売している。ユーザーの抱え込みよりもサービスそのものの普及を促すため、他キャリアにもお財布形態の名称を許可することとしたものである。フェリカチップの容量は当初約5キロバイトであったが、903i シリーズから約15キロバイトに増量した。フェリカチップ関連のライセンス提供や、 プラットフォーム提供はフェリカネットワークスが行っている。i モードフェリカを搭載した初期の携帯電話、Kai901IC。バッテリーカバーにあるフェリカプラットフォームマークを読み取り機器にかざして使用する。ムーバ 506i シリーズやフォーマ F900IC、901i シリーズを皮切りに、現在販売されているほとんどの機種が対応している。ただし、 海外メーカー製の機種やシニア向け機種などでは最新機種でも対応していない場合がある。また初期のモデルにはモバイルスイカに関してのみ非対応となるものが存在する。ありがとうございます。